私が見つけた星を。衛兵に予言の女神のそばに置いておいてって頼んだのに。まさか上の方で異変でもあったのかしら。とにかく急ぎましょう。くそ、動けない。何があったの？国王陛下、先ほど過激な星派の急襲を受けました。星を星の庭に捨てられ、神託の柱の魔線まで奪われてしまいました。ただそいつを捕まえようとした瞬間、予言の女神の魔法が突然発動してしまいまして。許さないぞ。星空を動かすギアには指一本触れさせないからな。神託の柱って何なんだ？神託を乞うための道具よ。その話は後にしましょう。まずはみんなを助けなきゃ。ですが、国王陛下。捕まえても現状は変わらないし、みんなの恐怖心は拭えない。かえって反発が強くなるだけよ。承知しました、陛下。あの、こちらが先ほどの星派から取り返した神託の柱の魔線です。陛下、いかがいたしましょう？ああ、それはそこの旅人に渡して。予言の女神に聞きたいことがあるみたいだから。かしこまりました。これはどう使うんだ？ほら、あそこに神託の柱が何本かあるでしょ。あれを特定の形につなげれば、予言の女神が祈りに応えてくれるのよ。なるほどな。じゃあ早速やってみようぜ。できた。お前が探し求めているのは何の軌道だい？シムランカの民よ。異世界の勇者とその仲間がこの世界に新たな平和をもたらすだろう。星空につながるギアを動かすのだ。その時わしは舞い、皆の足元に続く軌道を千の星に返すだろう。ナビアさんの言ってた通り、未来のことは教えてくれなかったね。まあいっか、また手探りで進むしかないな。星空を復元するために散らばった星を元の位置に戻さないとね。でもまだ星がいくつか足りない。じゃあこれまでの経験を生かしてできることから始めない？お、でも町は広すぎるかな。その点は心配無用よ。星の目撃情報をもとに墜落地点をまとめてみたの。ほら、マークもつけてある。申し訳ないんだけど、行ってきてくれる？私まだ準備しないといけないことがあるのよね。任せろ、すぐ戻ってくるぜ。うん。
残りの4つが全部揃ったらここに戻ってきてちょうだい。どう？星は揃った？仕事が早い。じゃあ空に星を浮かべに行きましょう。空ってどうやって行くんだ？ふふん、あたしの用意した空中列車で行くに決まってるでしょ。え、この列車飛ぶのか？この世界には海上列車だってあるんだから、空中列車があっても別に不思議じゃないでしょ。海上列車は足元にレールがあるだろ。大丈夫よ、この列車は予言の女神の祝福を受けてるんだから。もともとこの町の星空を守るためにあるものなの。一生懸命引っ張り出してきたのよ。もう100年以上も使われてなかったみたい。100年以上もかよ。本当に落っこちないんだろうな。予言の女神の魔法だって故障中だって言うし。でも他に方法はないでしょ。パイモンが飛んでって星を戻してくれる？高すぎて届かないぞ。そうだ、ニーロは魔法をマスターしたんだろ。この列車が信頼できるかなんか感じたりしないか。やってみるよ。確かに魔法の気配はするね。でも祝福の森のとはちょっと違う。はっきりとは言えないけど。そっか、じゃあ乗ってみるしかないか。そういうこと。私は行くけど、ニーロさんはどうする？私はここでみんなの帰りを待ってるよ。そうすれば問題が起きた時すぐ応援に駆けつけられるしね。それもそうだな。万が一列車が故障したら大きな鶴を折って迎えに来てもらおうぜ。鶴が無理なら山柄でもいいぞ。止まれ！何をするつもりだ？邪魔すんな！何があったの？陛下、この者たちが。そこを通せ！下がれ！大丈夫だから、通してあげて。国王！陛下！星空のギアを回すのはやめてもらえないか。それはどうして？
ご存知の通り、予言の女神の贈り物は俺たちにとってすごく大事なものだ。俺たちの命を守り、傷つかないようにしてくれるんだからな。仲間の中にはそれを失う覚悟ができていない者もいるのです。そっか、わかった。それはつまり、あんたたちの覚悟が決まるまでギアは回さない。え？前にも言ったけど、オルビットの未来は国民が決めるべきだから。はあ。でも教えて、この状況をどうやって打破するつもり？身動きが取れなくなってしまった人たちを救って、その背後にある原因を探るつもりだ。現時点で手がかりは？残念ながらまだありません。おい、お前、事実を述べたまでのこと。あんたたちの周りにも身動きの取れない人がいるんだね。心配なのはよくわかる。でもこれ以上グズグズしてたら状況は悪化して、拘束魔法にかかる人が増えるかもしれないよ。でもギアを動かしたら軌道が全部消えちまう。その一歩を踏み出すのがすごく難しいのはわかる。でも予言の女神がなんでそんな決断を下したのか考えたことある？え？贈り物を回収しようとしたり、未来に関する予言をしなくなったり、一体どうしてなのかしら。女神が俺たちを見捨てたと言いたいのか？ううん、その逆だと思うよ。どういう意味だ？女神様はこの世界やシムランカの民を愛してる。だからあんたたちには自分で自分の道を選んでほしかったのよ。ああ。親ならみんな子供に楽しく平穏な一生を送ってほしいと願ってるはず。でも過保護になりすぎると逆効果よ。親鳥が小鳥をずっと背負ってたら、小鳥はいつまで経っても飛べないでしょ。きっと予言の女神もいつか手放さなきゃならない日が来ると知ってたのよ。子供に自分で判断や選択をさせて、その結果に責任を持たせる。それでこそ子供は独立できる。両親がそばにいなくても人生を自分で歩いていける。しかし長年予言の女神のお力を借りて暮らしてきたものですから、今さら自分の力で歩けるかどうか。何言ってるの、もう十分よくやってるじゃない。え？危機に立ち向かおうと自分で判断して、衛兵の静止も振り切ってここまで来た。それってすごく勇気がいることでしょ。でもそれは恐怖心からであって、出発点が何であれ自分の道を選ぶ力があるってことは証明できたってことよ。それで十分じゃない。はあ、友よ、陛下のおっしゃる通りです。そろそろ我々は恐怖心に向き合うべきなのかもしれない。何？でももう尻込みしていてはなりません。あなたも自分が恐怖心から何をしでかしたか分かっているのでしょう。予言の女神様が創造された星をここから投げ捨てたのですよ。あなただって以前は女神様の熱烈な信奉者だったではありませんか。国王陛下のおっしゃる通りです。予言の女神は私たちを見捨ててなどおられない。もう一度女神様を信じてみましょう。もういい、お前らの好きにしろ。ああ、言っちゃった。申し訳ありません、ああいうやつなのです。無礼をどうか許してやってください。でも女神の予言を受け入れてくれたみたいだったよね。そう思います。口には出しませんが、国王陛下、星空のギアを回してください。贈り物を失う決心はついたの？はい、しかし贈り物を失う代わりにあなた様から勇気をいただきましたから。了解。あんたたち、いい決断をしたね。じゃあみんな、あたしと一緒に町の星空を回そう。あっ、ちょっと待って。
軌道上の星はポンプだったんだね。オルビットの街全体が大きなオルゴールだったのか。はあ、気分はどう？困惑と恐れは少しありますが、足元はなぜか軽くなった気がします。いえ、心が軽くなったのでしょう。これからどうするか決めた？実はまだ。とりあえず頑固者の友達を説得しに行くとしましょうかね。一つ提案。どうしていいか分かんないときは、身近な人をサポートするとこから始めてみたら？つまり魔法に拘束されている人のことでしょうか？そうじゃなくて、助けが必要な全員。道を探してる人を手助けするうちに、少しずつ自分の道も見えてくる。私の経験則よ。国王陛下のご経験ですか？うん、そうだ。人助けするにはそれをまとめる組織がなくちゃ。かっこいい組織名ならスピナディロースラはどう？え？スピナディロースラですか？正確にはスピナディロースラシムランカ支部。いい名前でしょ。他の世界にまで業務を展開する機会を。スピナディロースラいい名前ですね。国王陛下のおっしゃる通りにいたしましょう。じゃあシムランカ支部の支部長になってよ。私と勇者が悪竜討伐に行ってる間、衛兵隊と一緒に住民を支えてあげて。え、悪竜討伐ですか？それは絶対になりません、陛下。隊長の言う通りです。絶対におやめください、陛下。急に一致団結したな。陛下はご存じないかもしれませんが、あの巨竜はある日突然積み木鉱山からぬっと現れて、世界の果てをバラバラにしたんです。その後やつは口から謎の霧を吐いて島を包み込みました。あの霧がどういうものなのか誰も知りません。島がどんな風に変わってしまっているのかも。国王陛下がお越しになる前、我々は悪竜討伐のために多数の兵を派遣しました。ですが生きて帰還した者は一人もおりません。そんなに怖いやつなのか。それならますます行かないと。閉じ込められた兵士が助けを待ってるかもでしょ。陛下の言う通りだよ。この世界の災難を黙って見過ごすわけにはいかない。わかりました。陛下とご一緒した時間はわずか2日ですが、言い出したら聞かないお方だというのは承知しております。なかなか人を見る目があるじゃない。褒めてないけどな。そういうことであればもうお邪魔はいたしません。世界の果てに通じる道はたった一つ。海上列車にお乗りください。ここに来た時と同じようにレールが敷いてあるの？はい、もともとは積木鉱山の鉱員の送迎用に作ったものでしたが、巨竜が出現した後は廃線になっていました。明朝町の裏門にあるホームで乗務員がお待ちしています。今度の冒険はとてつもなく危険です。国王陛下、そしてご友人の皆様、くれぐれもお気をつけて。ありがとう。留守中オルビットの町をよろしくね。はい、陛下。次会うときはボスって呼んでちょうだい。それがスピナディロースらのルールだし、そう呼ばれる方が私もしっくりくるから。じゃああとは明日を待つのみだな。海を越えて世界の果てで悪竜討伐だろ。ふぅ、今度の冒険はめちゃくちゃ大変だな。伝説の勇者ってこんなに疲れるもんなのか。でも綺麗な景色がいっぱい見れるし、友達と面白い経験ができるよ。これが勇者と悪竜の物語だったとしたら、ニーローさんは魔法使いの精霊ってとこかしら。私はまさか前線に突撃する戦士。確かにイメージにぴったりだな。とにかく今日は思い切り食べるぜ。世界の果ては腹いっぱいになる場所じゃなさそうだしな。
竜に食われるにしてもひもじいまま飲み込まれるなんて嫌だぞ。あれ？でも祝福の森の折り紙の動物が飲むのは麻酔だったよね。じゃあオルビット城の積み木の小人が食べるのは植物油に木くずを合わせたものみたいよ。